ゼルデンは、オーストリア共和国チロル州、イムスト郡のエッツタールの谷にある基礎自治体。日本語では、セルデンと表記されることがある。州都、インスブルックから自動車で南へ1時間半のところに位置する。面積は466.9平方キロメートルであり、オーストリア国内では最大の基礎自治体である。人口は2003年時点で3449人で、 あり、1万5千人が宿泊可能である。年間200万泊に達し、オーストリアの観光地では、ウィーン、ザルツブルクに次ぐ、第3位である。ゼルデンは、かつての、小さな村としての魅力のいくらかは失われてしまったが、別の魅力が復加されつつある。基礎地地帯、ゼルデンの中心となる村落のゼルデンは、海抜線368メートルに位置し、 ホッホゼルデンはさらに高い海抜2090メートルにあり、5つの4つ星ホテルが立地する。最高標高は、ビルトシュピッツェ山の3768メートルであり、ビルトシュピッツェは、グロースグロックナー山に次ぐオーストリアで2番目に高い山である。ゼルデンを通るエッツターラーグレチャーシュトラーセは、ヨーロッパで2番目に標高が高い舗装道路である。この道路は、ゼルデンから、 エッツタールアルプスにあるレッテンバッハ氷河やティーフェンバッハ氷河に至る。レッテンバッハ氷河では夏季に氷河スキーをすることができる。ゼルデンはスキーリゾートとしても知られ、定期的にアルペンスキーワールドカップの開催地となり、10月後半にレッテンバッハ氷河で大回転が男女共によく開催される。 2011年10月に開催された2012年シーズンのワールドカップは、スタート地点の標高が3040メートル、フィニッシュ地点は2670メートルであった。一番多くの氷河ゲレンデに、スキーで行くあたって、遭難対策の装備がない場合においては、連絡トンネルを滑走しなければならない。また5人以上の他人数のリリフトの設置割合が、 周辺他のスキー場と比べて低いため、時間帯によってコース間を連絡するリフトが激しく混雑する。日本の新潟県南魚沼市と姉妹都市提携を締結している。旧南魚沼郡塩沢町が1982年4月24日に締結したものを継承したもので、1987年8月にゼルデンが集中豪雨によって被害を受けた際に、 塩沢町民が132万円の寄付を送ったことで復興したゼルデンの橋に塩沢橋と命名された。ありがとうございます。